こんにちは。こんにちは。スティミツパパです。キママです。スティです。よろしくお願いします。今回は、月の夏物、ザラでの購入品第2弾ということで、はい、トップスとボトムス1点ずつ購入してきたので、コーディネートでご紹介したいと思います。まず1点目がこちらです。ブロンドレーストリムリブ T シャツです。価格が990円です。サイズが116センチを購入しました。うん、カラーがブラックです。一応カラー展開は5色展開になってます。うん、でサイズ展開がね、うん、これ初めてキッズを買ったんですよ。うん、今までベビーだったんですけど、うん、キッズを買ったので、これ116センチが一番小さいサイズになります。で一番大きいサイズが164センチですね。116センチの割には見た目ちっちゃいね。そうそう。元々多分ね、ピタッとするおへそが見えてもいいようなコンパクトな T シャツなので、多分月今3歳なんですけど、このぐらいの大きさだったら多分ちょうどいい感じになると思います。ではディテールなんですけれども、うん、全体的にリブ仕様になってるんですよね、うん、でノースリーブの T シャツになってます。素材はオーガニックコットン100% なんですよ。なんですごい柔らかいよね、うん、最近ザラ環境に配慮した生地が結構多くなってますよね。そして首元なんですけど、ラウンドネックになってます。割と広めのネックになってますね、うん、首元もそうなんですけど、レースがついてて、うん、これが可愛いんですよね、うん、女の子らしくて、うん、袖のところと首と、うん、後ろの部分もこんな感じでレースになってます。そしてフロントにボタンがついてるんですけど、うん、これはフェイクのボタンになってます。あ、そうなんだ。そう、本当だ。実際にはプルオーバーですね。かぶりのタイプです。そうなんですよ。裾はこういった感じです。リブなのでかなり横方向に伸びます、うん、それではパンツご紹介してコーディネートしたいと思います、はい、続いてボトムスがこちらです。フレイドデニムバミューダパンツです。価格が1790円です、うん、サイズが104センチを購入しました、うん、カラーがブルーです。一応これ4色展開で、あとブラックとかホワイトデニムとかもあります、うん、素材なんですけど 100% コットンらしいです。なんかリアリティのあるデニム素材という感じです、うん、結構ガシッとして無骨な、ただそこまで素材厚くないので、本当春夏仕様の薄手の生地になってます、うん、てか前回のザラのもそうだけど、うん、ザラのキッズ安いよね。うん、安い。やっぱ大人よりだいぶ感覚が違うよね、うん、なんかね、振り幅が結構ある。いいものは結構いいものであるんだけど、うん、全体的にはね、うん、安価だよね、安いよね、うん、でディテールなんですけど、一応バミューダパンツで少し広がった感じになってます。で、ファイブポケットですね、これ、すごくない？ある？ここにちゃんとコインポケットもついてます、はい、と後ろポケット、こういった感じです。ウエスト部分なんですけど、うん、ゴムになってます、うん、こんな感じで結構しっかりゴム効いてます、うん、しかもベルトループもついてるんで、そう、かわいいよね、うん、本格的で。そしてフロント、ここボタンもついてます。これはフェイクになってます。実際には開かないです。あと一番購入してかわいいなと思ったポイントが、うん、裾なんですよね、うんうん、裾のこの切りっぱなし感、うんうん、これがなんか可愛いよね、今年らしくて、うん、ラフな雰囲気が出ますよね、うん、細かいところも結構こだわってあって、うん、いい感じのこうヴィンテージ加工というか、うん、こなれ感があるね、ね、この当たりの感じもいい感じです、ね、それでは早速2つまとめてコーディネートしてみたいと思います。はい、行ってみました。イエーイ。月が今3歳で、トップスが116センチで、ボトムスが110センチを着用してます。はい、で、シューズが以前紹介したビルケンのサンダルです。はい、やや大きかったかな、トップス。そうね、もうちょうどいいと思う。もう普通にリラックスしてきて、今ちょっと何も肌着とか着せてないんですけど、キャミとか着せてね、うん、なんかレイヤーとして着せてもいいかなと思いました。ボトムスはサイズは、そう、ボトムスはね、本当は104センチでもいいんですよ、うん、だけど、あえて110センチ買ったんですよね。私あんまりね、子供のショートパンツのここがこうピタッとするやつがあんま好きじゃないんです、シルエット的に。で、これまあバビューダパンツなんで、少し広がり感はもともとあると思うんですけど、まだおむつとか履くんで、どうしてもね、パツパツになりやすいんですよ。なんでちょっとワンサイズ上を買ってみました。でも全然良さそうですよね。結構ゴムがしっかりしてるんで、そうそう、なんか緩くはなさそう。なんでそういうなんかシルエットがお好みの方はワンサイズ上げても全然いいのかなって感じです。もうかなり真夏のスタイルという感じでそうなんかこう私がね、普段着れないけど着たいような感じをもう子供に着せるっていうで、それがなんか今までベビーだったじゃないですか、うん、なんかキッズになるとそれが叶えられるんですよ。なんかキッズの方が本当に大人の子供バージョンみたいな感じ、うん、でベビーになるとちょっと
可愛らしいものがやっぱ多くなるんですよね。なんでこれとかまさにそうで、めっちゃ可愛いんですよ。本当大人にありそうなのを そのままちっちゃくしたような。はい、一瞬、はい、回ってみて、くるっと、はい、せーの、くるっと回りすぎて見えません。やっぱ髪型は夏はこれ。そう、夏はこれ。もうやっと前髪が伸びたんでオールバックスタイルができるんですけど、オールバックの方が似合いますよね。どうなんこのスタイリングでお団子とかでね、夏のこのレジャーとかにももういいよね。水着の上にバッて着せてみたいな、川とかさ、おうちプールとかでもいいしさ、でちょっとおしゃれで可愛いじゃないですか。そのままお出かけしてもいいし、これほんとおすすめ。だって安くない？安いねえ。だって上は990円で、下も1000ちょっとですよ。1700円ぐらいか。上下で3000円以内でコーディネートできますからね。めっちゃいいよね。でお出かけ着ですからね。しかもそう、あのユニクロとか無印だと結構どっちかというと、うん、あの近所とか、うん、ワンマイルウェア的な感覚ですけど、ザラ、うん、はこの価格でお出かけ着買えるのがやっぱすごいお買い得ですよね。と、うん、ことで、ぜひ春夏新作いっぱい出てたんで、お店や動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズをご紹介してますので、よかったら YouTube や Instagram チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。